はい、こんにちは。ハーバード心理学22日目やってまいりましょう。ということで、今日もね、早速入っていきたいと思います。あ、遅れました。ブルーホースです。ということでですね、本日に関しては回復するっていうテーマでやっていきます。癒しの一日になればいいかなと思ってます。ね。で、新年になってですね、昨日で早3週間っていうところが過ぎました。で、仕事とか学校が始まって、まあ、いざ頑張るぞっていう風に皆さん意気込んでみた方たくさんいらっしゃると思うんですよね。ところが、まあ、単純に意気込んでみたものの、ね、まあ、全国各地で緊急事態宣言っていうのが出されて、これまで経験したことのない年明けっていうのがスタートしたわけなんですよね。なので予想以上のそのどう対処してたらいいんだろうなっていう体力とか知恵とかっていうのを使ってすでに疲れ始めたっていう人もいると思うんですよね。何を隠そう喋っている僕本人も結構疲れてます。はい。で今日は金曜日っていうこともあるので、まあ、明日からのねお休みに備え向けて体を休めるためのヒントになるお話っていうのをしていけたらなというふうに思っています。で、今日に関しては人間に必要なものって一体何っていうお話になってくるんですが、これが欠かせないんですよね。娯楽とか楽しみで、ね、明日から土日を過ごす中で皆さんも普段お仕事とか勉強とかで忙しくしている中で趣味に没頭するとかね、映画見に行ったりとかってあると思うんですよ。で、ところがその娯楽とか楽しみっていうのを無視することもできてしまうんですよね。この表現どういう意味っていうことなんですけど、どういうことかっていうと、本来は人間って楽しみたいっていう気持ちが強い生き物なんですよ。ところがその本能、楽しみたいなとか楽したいなって思う気持ちに打ち勝って逆らうことっていうのもできるんですね。で、それって何でかっていうと、限界なんてないっていう風に言い聞かせて、で自分の持つ能力っていうのを超えていこうとすると。だから楽したいっていうのは、例えば皆さんがじゃあ筋トレをしますってなって、いつまで経っても1キロとか2キロのダンベルで、10回やったら OK っていうようなことをしていく。これって楽ですよね。で、その程度だったらなんかこう自分の体力も削れるわけじゃないから楽しいななんて思いながらやっていけるんですけど、これを例えばじゃあ、3キロ4キロ増やして10キロ20キロのダンベルでやるってなっていくと、結界なんてないんだって、自分の今はその7キロしか上げられないけど10キロにチャレンジするんやって、こういうような状態を成長っていうふうに言うんですよ。はい。で、休みなく動き続けるっていうふうに書いてるんですけど、これは何かっていうと、多くの人たちっていうのが、特に日本人なんかっていうのは世界の水準で見ても睡眠とか休憩をできる時間っていうのはもう限りなく少ないんですよね。確か平均睡眠時間が1時間くらい先進国の中の平均値からです、ね、低いとか、そんな結果データがあったと思うんですよ。で、睡眠時間とか休憩時間っていうのをできるだけ減らして、ね、皆さんも例えば学校じゃなくて仕事だったりとかしたら1時間の規定した休憩時間があるけど、もう昼休憩取らないとか、サンドイッチ1個食べたらすぐに仕事に戻るとかっていうのも多いと思うんですよ。で、たくさんのことをしようとするんですね。で、限界を超えて能力を伸ばそうっていうふうに頑張るんですけど、ところが限界っていうのは残念ながら存在するんですよ。体力っていうのはね、分かると思うんですけど、心っていうのも実は酷使し続けてしまうと大きな代償っていうのを負うことになってしまうんですよ。それが例えば大病を患ったりとか大怪我につながってしまったりとかで、自分に意識が向きすぎて、要は時間内で上げるべき成果っていうのを時間外でも取っていかなくちゃいけないっていう状態になって、何が何でもノルマ達成するんやっていうことを周りに対しても無理強いをしてしまうと、人間関係を壊すことっていうのもあったりしますよね。だから周りが止めたりついてきていないっていう状況にもかかわらず、まあ自分だけが頑張り続けて、まあ、この場合実はね、こっそり言いますけど、実はあんた頑張ってるふりしてるだけですっていうことも結構多いんですけどね。で、気づいたら後ろを振り返れば周りに人がいなくなっているっていうようなこともあったりするんですよ。だから頑張ることって確かに大事だし気持ちいいんですけど、適度な休息っていうのは絶対欠かせないんですよね。で、今日の問いかけになるんですけど、皆さんは回復のために十分な時間取ってますかと、十分な睡眠時間取ってますか、最後に休暇って呼べる時間いつ取りましたか、まあ、最近だったら例えば年末年始の休暇とかあると思うんですけどね、サービス業の方なんかはそうはないと思うんで、じゃあ休暇いつ取ったんですかと、でその休暇のおかげで回復と呼べるような状態作れましたかと、で、じゃあ次の大型連休、休暇っていつですかっていうことなんですね。で、
だからどのタイミングで休憩を取るのかっていうのを逆算して、じゃあここまでだったらこのレベルで頑張ろうっていうことを計算しておかないと、ただ頑張るだけで潰れていってしまうっていうことなんですよ。これ最後に具体例でお話をしていきますんで、このままちょっとお話し続けていきますね。で、良かった時から学ぶっていうことなんですけど、ぜひね、思い出していただきたいっていうところなんですけど、何かっていうと、仕事がうまくいっていた時とか、それから勉強がはかどっていた時とか、スポーツの大会で優勝した時とか、それから絵や音楽のコンクールで入賞した時っていうね、で、何を優勝したとか入賞した時っていうのは何をしたから成功できたのかとか、それから誰と一緒にその活動に取り組んでいましたかとか、で、ただがむしゃらに走ってる時じゃなくって、どんな風に休憩を取っていたかっていうのを、どんなパターンで動いてたかっていうことをですね、ぜひうまくいってた時のことを思い出してほしいんですよね。で、実はうまくいっている時のパターンっていうのは、活動と休息休憩のバランスっていうのがめちゃくちゃいいんですよね。実はうまくいってるから、なんかこうハイになって走り続けるっていうのをやってるイメージがあるんですけど、実はここまで頑張ったら一旦休息しようっていう風に、うまくいっている時ほどちゃんとバランスよく取れてるんですよね。だから思い出してみた、うまくいった経験体験っていうのは、回復のための時間っていうのをしっかりと取っていたはずなんですよ。で、逆に言うと、うまくいかない人ほどがむしゃらに頑張りすぎてしまうんですよね。これなんでかっていうと、多分うまくいってない時のことを思い出してもらうと、そのうまくいかない焦りから、なんとかしなきゃなんとかしなきゃって思って、もう休んでる暇なんかないぞって、もう営業だったら次のアポ取って訪問行ってとか、開発だったらもうちょっとしたバグでも見つかりようもんなら商品として販売ができないからちょっとでも修正してとか、明日に迫っている試験で1点でも多く取るために1つのことでも多く暗記するぞっていう風に、本当は休憩した方が記憶力も定着したりとか、お客様の一件一件に対しての丁寧な対応もできるはずなのに、がむしゃらに頑張りすぎちゃうからこそ、体力が底をつきているのに頑張っても体は動かないし、結果もついてこないっていう結果になっちゃうんですよね。で、ポケモンで例えると、どうしようね、ポケモンやったことある方ならわかると思うんですけど、技ってありますよね。例えば破壊光線とか、体当たりとか、睨みつけるとか、尻尾を振るとか、いろんな技あると思うんですけど、技っていうのに PP っていうね、あのポイントがあるんですよ。で、破壊光線とかだったら15回とか、体当たりだったら35回っていう風に使える制限があるんですけど、それを使い切った後に最後ね、もう全部の使える技がゼロになると、悪あがきっていう技が使えるようになるんですよ。で、その悪あがきっていう技は実は何かっていうと、使うたんびに相手に対して与えたダメージの一部も自分で受けてしまうっていう、もう本当悪あがきっていう感じですよね。で、その与えるダメージを、頑張って成果を出そうとする動きに対して悪あがきをし続けてしまうと、ダメージを受け続けるたびに、自分がしんどくなってって、最終的に体力が尽きて瀕死になると。瀕死になるとどうなるかっていうと、戦えないからポケモンセンターで回復しなくちゃいけないっていう結果になるんですよね。で、これって人間界でも一緒で、レベルアップしたりとか、まあ、次のステップに進化、ポケモンでいうとこの進化ですね。不思議だね、不思議バナ、不思議だね、不思議そう、不思議バナになりたいとかっていうね、いつの時代のポケモンだよって、もう最新のポケモンわかんないですね。プラチナで世代が止まってるんで、はい。まあまあ、それはいいとして。で、新しい技とか、能力とかを覚えるためには、当然戦わなきゃならないんですよ。相手のポケモンと戦わなきゃいけないんですよ。不思議な飴でレベル1個上げるって限界がありますからね。だから、戦わなくちゃいけないだ。何かのポケモンと。で、ある程度戦ったら休息を取らないと。例えば、ね、仕事だったら目薬とかアンメルツ塗ったりとかっていうのと一緒で、ポケモンだったら回復の薬突っ込んだりとか、ミックスジュース飲ませたりとかっていう、あれポケモンセンター行く、人間だったら寝るみたいな風に休息を取らないと、戦い続けるだけだったら体力も尽きるし技も尽きるしと。で、結果悪あがきして自分で自分を苦しめて瀕死になっちゃう、戦えなくなっちゃうっていう風になるんで、そうならないためにも休息は大事だっていうことなんですね。で、ポケモンの例っていうのもぜひですね、肝に銘して、うまくいっている時のパターンっていうのを掘り起こして、活動と休息のバランスをうまく取れる生活っていうのを思い出して、どうやって休憩してたのかなっていうのをぜひ実践してみていただけたらと思います。で、ちょうど明日、明後日っていうのは土日に当たりますんで、楽しみたい、趣味やりたいっていうこともあるんですけど、疲れてるなっていう時はそれをちょっと一旦脇に置いて休憩するっていうことをおすすめします。普段やってないマッサージをしてみたりとか、ちょっと、ね、1時間2時間だけでもいいから長めに寝てみるとか、そんな風にリラクゼーションしてもらえたらと思います。で、最後にですね、僕にもぜひ
ネルの登録とグッドボタンお願いいたします。ね、よろしくお願いします。ということで次回の動画でもお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。